はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。浅見様、お手紙いただきました。アンサット様、シャドーガーデン様、元文様、秋もみじ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。昨日お伝えしました警視庁公安部コロナ給付金詐欺で、中国人女性44歳59歳を詐欺容疑で書類送検いたしました。関係場所としてですね、海外から中国スパイ拠点と指摘されていて、警視庁公安部もマークしていた秋葉原ビルを捜索いたしましたけれども、この44歳と59歳の関係場所として捜査したんですね。ということは、中国スパイ拠点と関係してんだから、この44歳と59歳は中国のスパイである、と思われるんですけれども、現在のところ主権侵害の証拠は出ていない、そういう事件がありまして、スパイ防止法あれば誰かしら捕まえられたのになぁ、スパイ防止法がないばっかりにって思ってたんですけれども、週刊新潮、44歳の方は自民党松下新平参議の元外交顧問兼外交秘書、あれか、参議院議員会館通行証も渡されてさ、筒持たせっていうか、美人局っていうか、この人ですね、写真出てくる。まあまあ、モデルか女優かみたいな、この写真撮った時、いくつか知んねえけど、まあ40でこれだったら、まあ綺麗な方ですね。こちらがその参院議員会館通行証であります。世論です。ハニートラ。おいおい、自民党、政治や連中は何やってんだよ。まあね、外交秘書にしてたっていうのはね、スパイ拠点と関わりがある。というか、そいつの、関係する箇所がスパイ拠点だった。っていうですね、こいつがまず詐欺で捕まって、詐欺容疑で捕まってっていうことですかね。自民がスパイ防止法を作らない理由がこれ、自民党内にスパイ議員がいっぱいいて、身内にダメージくっからってことなんでしょうかね。やっぱり自民党は真っ黒。中国女スパイが国会に自由に出入りできてた事実。国会じゃないですけどね。参院議員会館ですけどね。議員活動費を秘密にする理由がわかりました。ハニトラにかかってるやつ山ほどおるだろう。こいつ以外にもうじゃうじゃいるんだろうな。ハニトラ官僚も多そう。スパイ防止法を作らんかーい。とうとう出たね。懐かしい。懐かしいな、今となっては。とうとう出たねは。松下新平、2016年に自民党外交部会長に就任してました。我が国外交がダメダメ。自民党外交がダメダメなのも、だよね。納得の理由ですね。離婚調停中だった松下の奥さんのお母さん、娘は、得体の知れない中国人の語が、語っていうのも偽名だそうです。本当の名前はどこにも出てこない報道に、週刊誌も、語って名乗ってる。日本人でも語さんって言いましたね。豊島区の副区長、語さんでした。クレさんって呼ぶ方もいらっしゃいますね。が、政治家である松下の近くにいることについて、再三注意していた。でも、彼は全くその言葉を聞き入れず、いつも語の言うがまま。2022年11月と、沼に浸かって鼻の穴しか出ていない状態を思い浮かべました、私。沼ってて。その語って、女性にハマってて。語が周辺にいるようになってから、献身的に政治活動をお手伝いした奥さんに対して、もうお前は一切仕事に出るな。お前がいるから大事になれない。全くの意味不明。これ奥さんは、宮崎の選挙区なんですけど、この松下新平はね、宮崎県の市長、元市長の演者、おじいさんが元市長だか、お父さんが元市長だか、なんだって、そのつてで、一生懸命、旦那の新平の宣伝とか、まあ、炸裂したらしいんですけれども、いきなり、語が現れてから、もうお前は一切仕事に出るなと、邪険にされた。まるでなんか、売れた途端に、
それまで支えてくれた彼女に邪険にして放り出すバンドマンみたいな話だな、思いましたって言ったそうであります。郷に何吹き込まれたんですかね。奥さんいるから大事にならないって、私にはすごく意味不明なんですけどね。娘も3人もいるらしいんですけど、郷が現れてもう土地狂っちゃったんだな。公安部は松下のこともマークせざるを得ませんね。今度会ったら聞いてみようかな。まあ言わないだろうけどね。参議院議員会館の通行証も与えられたって、防聴法、スパイ防止法があった戦前だったらね、ゾルゲ同様に死刑案件じゃないのこれ。早くスパイ防止法欲しいっすね。自民党は何十年放置してんだよ、無能って話なんですけどね。まあまあ松下新平、今も現役議員なんですけど、これねちっともね、ダメだったんですよ。これ週刊誌記事でこういうやつがハニトラやられてるって言っても、テレビ新聞で一切やんねえから死んない人多い。特に宮崎県の選挙区では死んない人多いんじゃねえのこれ。あとはこの44歳が書類送検詐欺容疑で逮捕されたってのも死んない人多いんじゃねえの、テレビ新聞で一切やんないでしょ。私が河野太郎に訴えられてるのと同様に、中国共産党に都合悪いことは一切報道しませんって約束させられてっからね、日本のテレビ新聞はね。大阪万博ボランティア募集、集まらない会場の案内係などボランティアを4月までに2万人集めたい、が現在4000人しか応募がない。週5日1日3時間から6時間は出てほしいとか勝手なこと言ってんだって。週末とか参加したいなっていうのはダメ、交通費食事代込みで1日2000円のプリペイドカードを支給するそうなんですけど、宿泊費とかどうすんだって話。21年の東京五輪ボランティアに24万人が応募してきたのは大違いですね。はっはっはって感じなんですけど、世論です。4000人も既得な人がいるのか。会社に無理やり動員される人も多いだろう。会場にはアホみたいに金かけて人件費は削減したがるってアホすぎ。商業イベントでボランティアって表現がようわからん。2000円では食事だけで足が出るだろう。トイレは普通でいいからアルバイト増やせよ。市や府や職員、議員が無給でやるしかないということで、万博協会職員は月給200万円なのにね、木製リング350円とか、トイレは2億円とかなのにね、なんかトイレ40機作るっちゅうから80億円ですね。トイレ40箇所作るので80億円。バイト雇うとほら中抜き難しいでしょう。だからなるべくケチりたいんだよね。中抜きしやすいですね。建築物だの、に金張り込んでね、人件費ケチりたいっていうのが丸見えですよね。応募した4000人はね、関係してるゼネコンだの企業の動員でしょうね。これぞ現代の徴用じゃないですか。東京五輪は10万人しか必要ない。10万人集めたいなって言ってたとこ、24万人の応募あったんだって知らんかったですね。これ人気の東京五輪が悔しい悔しい、パヨメディアが報道しなかったんでしょうかね。それとも私が見逃してたんだかわかんないですけど、なんでもいいけど大阪万博のマスコット、病気の妖怪みたいで、キモいですよね。皆さん、もう、色使いといい、キモいですよね。あれがいいって言ったやつの顔が見たいんだよな、私は。元シールズさん、半数以上が過去を隠したいと言ってるそうであります。まあ、朝日新聞の記事なんですけど、世論です。左翼ジジイに利用されただけやったな。シールズのその後、全く聞かないし、誰も成功してないんやろな。自業自得定期。リベラルの駒として使われただけやったね。後ろのモブだった、かき割り老人たちが実は主役だった。日本社会に期待しないくせに、まだ日本におるんか。デモは建前で、大勢の前でラップしたかっただけ。シールズなどの社会活動は、就活に有利で、引く手あまたじゃなかったんですか。そんなこと言ってたのか。シールズ活動でそっち方面のコネできなかったのかね。共産党から出馬するのかなって思ってたけど、案外そうでもないな。数年前の私、シールズってどうなの、若者1割ぐらいいんの、公安さん、いえ 5% です。デモの前5人だけが20代で、
あとは高齢者。あーって話。後ろの高齢者が実は主役だったんですわね。シリーズはペペロンチーノに振るパセポンとか焼きそばの青のりみたいなものだったんですよ。あとはね、バニラアイスに、乗っかってくるちっこい葉っぱ。あれが何だかわかんないですけど、バニラの葉っぱですか？元からですね、シールズって呼ばれてましたよ。だって、シールズデモに共産党の街宣車使ってんの。あとはあいつらがたまにやってたラップ大会の音響担当。まあ、スピーカーとか、PA とか、やるやつね。芝木隊の通称豚ゴリラだったしね。奥田亜希って聞かないね。今何やってんでしょうね。あいつの親父はですね、村木厚子系の黄金中中団体やってんですよ。放越なんとかって言ったらな。当時はですね、生活保護ビジネスの種を探してか、公園で、炊き出しやってました。で、生活保護受けないみたいなスカウトしてました。出馬するかと思ってたが、そうでもない。バカすぎて擁立を諦めるってことありますよ。こっちの話全然理解してなかったり、文書を渡しても、全然読めなかったり、言ってもないことを言われましたっていうおかしなやつは応援できんもんね。朝日新聞が取材した10人中半数以上はですね、過去を隠したいと答えたそうだが、思ったより少ないなぁ。国会前で踊り狂ってたあんな生き恥ね、全員隠したいのかと思ってたら、そうでもないと。そこら辺も我々とはですね、脳みそ回路が違うんでしょうね。後悔してない半数弱は今ですね、令和のデモや集会に参加して踊り狂ってっかもしれないですね。踊り狂ってね。東京多摩市のサンリオピューロランドに敷地内に危険物を置いたメールでテロ予告と、サンリオ十分な安全が確保できないので臨時休館いたします。2月24日、3連休の中日で営業できない大被害ですね。これは買収額がえげつないことになっちゃうな。楽しみにしてた子供泣いてますよ。許せませんね、これね。世論です。行けなくて泣いてるちびっこ多そう。3連休の中日か。賠償えぐそう。メールなんてすぐ明日がつくのによくやるわ。がっつり損害賠償請求してよ。何億ぐらいかね。最近テロ予告流行ってるのか。サンリオの株価がめちゃくちゃ上がってるから、空売りしたアホが犯人と。パヨはろくなことしないな。こうして子供にもパヨは嫌われるんで、皆さんパヨって決めつけてますけど、恋人も友達もいない家族からも見捨てられた無敵の人なのか、サンリオの株価を下げたい空売り中なのか、日経平均、史上最高値更新に発狂したパヨなのか、さあどれでしょう。メールでテロ予告したそうだから、まあ捜査が早ければすぐ捕まるんでしょうけども、犯人がね、何億も賠償できるとは思えないんで、サンリオさん、丸損でかわいそうですね。何億損したか知んないですけど。その他のニュース、ロート製薬調査。半数の小学生が、に、花粉症の症状、増えましたね。30年前は2割ぐらいが、聞いてたんですけど、25% が勉強に集中できないと回答。花粉が少ない杉に植え替える事業に補助金出してんですけど、政府がね、今のペースだと完了まであと400年かかるんだって。補助金少なすぎんのが明白で、自民党バカみたいじゃなくて本当にバカなんだな。自民党はですね、外国人生活保護だの、 LGBT だの、困難女性だけ支援だの、若年被害女性、かっこほすぐるい支援だの、変なとこに金使ってないで、こういうとこにバーンと張り込まなきゃダメなんじゃないの？それとも何か製薬会社とか、医師会が妨害してんのか、上会勘弁してください。花粉症の薬で我々何百億も儲けてんです。寄付金持ってお願いしに来てんのかな？医師会、武見厚労大臣なんか、医師会丸がかりの人ですかね、あの人。フランス警察、女性とユダヤ人に対する憎悪を煽る活動をしていたイスラム宗教家、イマーム・マジョブ・マジョビ、変な名前を逮捕。12時間以内にチュニジアに強制送還。チュニジア人だったのか。これ内部大臣がですね、こいつの滞在資格取り消せって要求してたやつですね。仏の顔も3度まで。ってことでしょうか。
フランスだけに。日本人いねえって、いねえって、連呼してたやつも捕まえて強制送還せえよ。フランスにできて日本にできないのが非常に情けないですね。自民党は先祖と子孫に恥ずかしくないな。こんな情けない国にしちゃって、住宅に侵入し窃盗を繰り返していたトルコ国籍カヤキラン・アブドーラフマン38歳とウジャル・ムスタファ30歳逮捕。同様の被害がですね、静岡県と三重県で100件程度確認されており、警察は余罪を追及する方針だとなります。さあ皆さんご存知ですね、逮捕されたらトルコ国籍、哀れな難民ブルトギはクルド人と、日本人に被害を与える外国人には侵略罪を適用して重刑にすべきは私の持論。頼んでねえのにわざわざ来てですね、日本人から盗んだり傷つけたり殺したり犯したりしてんだもん、侵略でしょうよこんなの。だからまあ日本人だったら1年で済むとこ10年とか食らわしてやんないと気が済みませんよ。令和集会の様子が異常。動画が上がっておりました。山本太郎、現金よこせ信者、現金よこせ太郎、現金よこせ信者、現金よこせ太郎、現金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 、まるで強盗の言い草ですねこれね。一体誰に金よこせって言ってんだかわかんないんだよな。主語っていうか対象がね、まるで強圧的な小じぎなんだが、言ってて恥ずかしくないんすかねこいつらね。恥ずかしくないんですよこの人ら。脳みそ回路が我々と違うんで全然恥ずかしくないですよ。なんででしょうね。さすが協会知能だな。思っちゃったりもしますけれども、というわけで、メール党員さん大募集であります。チャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。